木美優、上谷沙耶、林下宇多美組の入場です。Thank you.
ああ負けたよ天崎美優に。ああいいや、挑戦受けてやるよ。ああどこがいいんだお前。どこでもいいよ、このベルトかけていつでもどこでも戦ってやるよ。ああ、2.17 後楽園ボール大会、私がリナからスリーカウント奪いました。2.14 でね、負けてるんでお返しっていうことと、あとフューチャー挑戦に向けてここで一勝して、次フューチャーリナの出身地を宇都宮、いいじゃん、こっちに凱旋でボッコボコにして、私があのフューチャーのベルトを取ります。うん、いいと思う。チャンピオンから直接スリー取れることだってなかなかないし、今日で完全にリナも悔しい思いしてるだろうし、しかも凱旋でやりたい。はい、めっちゃいいじゃん。あいつの凱旋でミュウがベルト取って、栃木の皆さんにリナよりも注目されちゃっていいんじゃないでしょうか。てっぺんにね、サック姿、私たちも楽しみにしてるから、うん、絶対にフューチャーのベルト巻こう。はい、見守ってます。女子でもプロレスラーになれんの？私は2年間引きこもりだったけど、プロレスラーになりたくて。最強で最高のシンデレラが決まるシンデレラトーナメント2024、3月9日横浜武道館で開幕。今年一番輝くのは宇宙一きらめくスターダム。女子プロレスラーが一番輝く瞬間、シンデレラトーナメント2024優勝決定戦、ギラギラに燃え上がる決勝戦の行方を、3月20日名古屋国際会議場、宇宙一きらめくスターダム。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービス、スターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。